三重選挙区で当選を確実にした自民党の新人山本幸子さん54歳。連日党の大物が応援に駆けつけ、無党派層にも支持を拡大。6年前の参院選で立憲民主党の候補に惜敗した雪辱を晴らし、初当選を確実にしました。では山本さんの事務所の様子見てみましょう。こちらです。今ちょうどですね、本人が事務所前のこの広場に集まってきたところということですね。コロナ対策で、こう限られたスタッフのみこの事務所に集まるということになっていたようですが、すでに多くの支援者、地元の方集まっているようです。当選した場合、候補者支援者でこう万歳をするのが大石さん通例になっていますけれども、はい、今回は行わないということですね。そうですね、行うところと行わないところと事務所によっていろいろ差が出てくるかもしれませんけれども、これまで、万歳なしということで言うと、東日本大震災直後のですね、地方選挙だったりとか、コロナ禍で万歳しないところもありましたけれども、今抱き合ってますね。三重で自民が取った、これ大きな意味があります。はい、